はい。ほぼ海岸線なんです。全部海岸線なんで、海の人は大体漁師、カツオとかだった。もうあの東西の海の方で漁師が多いんで、絶対引っ越す。引っ越させないと地球的には。はい、そう。冬はマンゴー、夏はジンベエザメみたいな泳ぎ。え、知らない。あれ沖合に網が張ってあって、勝手に取っ乾いたジンベエザメとかマンゴーが入ってて、それを1年連れてきて、シュート。設定なかったもう。うまい。酔っ払いが。でもそれ毎日ずっとやり続けてる。コンペーションもあるよ。ずっと調べる。投票に行ってジンベエザメ。本当ですか？超いいじゃないですか。俺、分かった。リサットだ。分かりました。で、普通はダイビングしてる人が、ダイビングしてる人がダイビングの滑走で潜ってってやるんだけど、俺行った日、海が荒れてて、無理かもなって言われて、でも、せっかく東京から来たんだって言ったら、多分、せっかく来たから、そっかーとか言って、じゃだけど行ってみたら、網が海が荒れてて流されて、誰か。マジ酔ってる。あの人リアル酔っ払っとるらしい。やっぱり飲んできたなんて、仕事早上がりで。惜しい。あ、そうなんだ。そろそろ登録してよ。初めて見ました。たまたま出会い系が多いからね。クジラーって拒否だ。見れない。いたね、丸井に思い出した。丸井でやったね、確かに。あの二人、今日の来てる二人、丸井の人だね。全然どの人か分かんなかった。今ね、ズボン脱いで半ズボンになって分かった。足ペチだから。俺の足はどうだ。お前の足は嫌だ。何が嫌なの。いやだ、白くて細い大根みたい。そこから繰り出されるスーパープレーの数々。違う、タキトはみんなこういう眠れない足。何でそれ。なんだ、夜活発なだけじゃねえか。すれ違いじゃん。その手俺死ぬんじゃねえか。次出たらね、こんなちょっとドライビング結構曲がってんじゃん。はいはいはい。ちょっとちょっとドライ、ちょっとハウトルに入れたら失敗しちゃうと思いながら、これだけだったら。あー、まだホームレス勝ってるよ。ふぅー、外でかいな、お前。それ新幹線本当いい判断した。こいつもきっと見続けて、レンタル側に出て返しても無理、で返しても間に合わない、坂下行ってやっと岡山まで俺が俺なんか邪魔者が入ったぞ今。魔物じゃない。魔物じゃない。お、早いボール。ガチキーパーは一人だけだ。1万円高く取られた。シュートは見えない。お前の頭が被ってた。
市内で泊まられたんですか。いや、もう、プーソン来たら、韓国人から、午前中出て、昼ぐらいに着いて、ジンベエザメ東京行って、夕方の新幹線に行って、それまではおばあちゃんしてます。考えない。今日の提供のやつ俺チンチンするわ。マジ？うん。さばく方だからね、抜いてこないの、ね、に、うん、周りがいい感じに動かれるとやーさげー山のあ、いた、いた。あらー、ちょっと待ってくれ。泡栗小学校。泡栗小学校。山の中だった。一瞬だけ世界で一つの兄弟が多く。超計画性がないね、四国と思って。なんか、あの4県またぐとこがあるんですか。はい、そうですね。あそこに世界で一番高いだか長いだかどっちかのロープウェイを大事で、ロープウェイがあるでしょ。でも作った2ヶ月後には他のところで作られるからその世界中すぐ取られちゃうっていう建設措置でそれに気づくっていう。うちのおじさんが超わかってたんです。それを看板で大々的に出来上がる世界に、はいはいはい、高いと思うんだよ。ロープウェイです。俺だって言ってるけど、2ヶ月後には抜かれるの決まってんのせい。1分前社長といい計画性ゼロ。本当だ。いや、王者抜けちゃう。いや、惜しい。うまい、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 うまい。1方針シーズン終わりに行ったら、ちぎれかかってたんですけど、かわいそうになっちゃって、尾びれ、普段人が捕まらないように、尾びれとかに皮捕まって、違う、背びれに捕まるんだ、背びれにとか言って、喋って、背びれ取れそうやないですか。かわいそうって無理ですよ。あー、先生。ラストアンプレー、ラストアンプレーす。あー、疲れた。あー、出る。うまい。ライブ。いや、いい、簡単。簡単。簡単。うわー！